さあ、ブルーのね、取材始まりました。今回はデウスのイベントなんですけど、まあ、今回はですねちょっといろいろごたごたがあってあんまり大きいイベントにはなんないそうなんですけど、とりあえず取材始めたいと思います。Oh, you want to go surfing tomorrow, yeah? Today. So I want riding from here. Yeah. Although today is the motocross, yeah? Did you talk to Anna yesterday? Yeah. What did he say? Cannot. What? Too full already? Yeah, for booking. You got some?I didn't organize this one, yeah? High five. Oh, I didn't go too. Too many people. Oh yeah? You didn't go? No. Oh yeah? Yeah, it's just too many people right now.はい、ブルーの取材始まりましたけどですね、まあ、予定がガラリと変わりまして、今日バイクでオフロード行く予定だったんですけど、バイクがフルブッキングということで、ちょっともうこれは、思考を変えてですね、サーフィンとどっかツーリング、オフロードの、レース場に行きたいと思います。まあこれね、もうバリスタイルなんで大体いつもこんな感じです。朝ごはんはローカルスタイルでナッシャンプルですね。これが美味しいんです。動画です。なんですというわけで、聞いてないよ。というわけで今日は予定を変更しまして、まあこういうちょっと女の子撮りたかったんだよ。ああ、なるほど。邪魔しちゃう。予定を変更しまして、バイク乗る予定だったんだけど、まあなんかバイクの手配がちょっとミスコミュニケーションでデウスから借りれなかったので、まあ、サーフィンしましょう。そうしましょうね。波いいですから。そう、バイクは日本でも乗れるし。そうです。やっぱサーフィンした方がいいよ、サーファーは。波がいい時は波にしましょう。そういうこと。もう切り替えてます。楽しみましょう。エンジョイ。おいおい。いやー、最後なんとか夕日サンセットなりましたね。持ってます。この男持ってます。いやー、Kさんが持ってます。いやー、持ってるなー。もうヒサさんが持ってます。ヒサさん本当いい仕事しました今日。ありがとうございました。初日もう本当に急な話で、いきなり海外ロケで明日から空いてますっていうのは初めてでしたよね。これはもうみんなが持ってるっていう証拠ですね。持ってるね。いやー、なんか楽しみ。1月号のブルー楽しみです。いやー、いい写真いっぱい撮れてる。楽しみです。今までにはないですね。マジ、奈良ではの言い過ぎじゃないですか。え、ヒサさん、奈良ではのヒサさん、ブルーデビューですもんね。そうです。おっと、ありがとうございます。やっぱそういうちょっと違ったスパイスがねえ。でもなんか本当女子目線の岡間ちゃん目線のお姉目線のお姉目線のお兄ですか。お兄ですね。お兄目線で、大人目線で。い
やいいと思う。新しいね、乞うご期待、楽しみです。ブルー1月号ぜひ書店で。立ち読みはダメよ。立ち読みダメダメダメご購入で1300円ぐらい、わかんないです、わかんないけど、わかんないです。まあでも1000円前後の話なんでお願いします。よろしくお願いします。乞うご期待、乞うご期待、じゃんみたいな音入れますんで。最近いい、最近ね、効果音も入れれるようになったから